ン、今週も始まりました欅ってかけない。どうも司会のサルト志賀です。お願いします。さあ、そしてこいつらが欅ちゃんです。せーの、ラッキーセブン。ラッキーセブンありましたね。7の形になってましたけども、うん、今回の企画早速発表いたしましょう。徹底解明、小田七はなぜモテるのか。私は小田七のことが大好きなんですけど。あれ、え、なんかミユとかはもうここにこうやってここに座ってきて、なんかえ、あ、ちょっとやってよ、やってよ。あったな、こんな。あ、そう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 。大好きよ、だなの。だよね。真中が噛んでるからいいなと思って。いいな。いや、噛み力が。噛み力。ちょっと違う。BGM 怖いやつにするんじゃない。今日もいっぱいします。じゃいっぱいはだからダメなんだよ。聞いてた ?5 分ですよ。5分1日1回ですよ、あなた。足りない。確かにね、正直なぜモテるのか我々には分かりませんからね。正直分かりませんよね、あの空気のこう読めない感じというか。あれは一応あの本人がですね、はい、この場に言いますと照れくさくてちょっと話しづらい内容もあるということで、本人今別室で、待機してもらっております、どんな感じで待ってるんでしょうか。はい、こちらで。あっ、え、今なんで本か。あ、本を読んでますよ。確か小田さんは暇さえあれば本読んでるんですもんね。読書家なんだよね。ちょっと会話してみますか。はい、小田さん。はい、小田先生、今日の企画ご存知なんですよね。うん、なんかちょっとうっすらは聞いたんですけど。はい、あ、詳しくはそこまではちゃんと聞いた。そこまでは。小田さんは今そこに何て言われて座ってるんですか。ただここにいてって小田とりあえずここいてっていう。めちゃくちゃなスタッフですね。ざっと鈴本のさ、この幽体離脱のエピソード切なすぎない？なんか私があの大阪かどこかで小田七と二人でホテルになった時に、私が寝れなくて、でもう小田七ってすぐ寝ちゃうんですよ、いつも。で、直立で寝てる小田七の上に私がこう幽体離脱の離脱する前をやったんですよ、うん、こう乗っかって、うん、そしでも無反応でした。一人乗られてんのにそこまでやったら、ちょっと何やってんのよみたいな。はい、ないんだね。なかったです。やった側の気持ち辛いですよ。うわ、どんな感じなんだろうと思ったらもう無反応。相当起きるぐらいでしょ。鈴本の気持ちは、え、でも反応してくれるとは思わなかったので、普通に乗れて、あ、乗れてよかったって。どっちもどっちの変態。そうですね、両方とも、両方すごい、両方とも変態という。小田七何してるんですか今は。ちょっと見てみますか。じゃあそんな小田七は、あ、ちょっと深めに座ってね。小田さん、はい、あ、バナナ1本食べましたね。食べました。小腹すぎました。はい、飲み物は大丈夫ですか。あ、大丈夫です。飲み物はなんかリクエストあったら言ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか前帰り道一緒になって雨降ってきた時に、なんか何も言わず傘を一緒に入れてくれたんですよ。なんかもうそれだけでも優しいじゃないですか。で、その駅に着いて傘を外して電車に乗ろうとした時に、なんか私はもう無傷なんですよ、雨に対して。小田七がもうめっちゃびちゃびちゃだったんですよ。小田七の肩がめっちゃ男前のやつだ。それで、え、小田濡れてんじゃんって言ったら、絶対気づいてるのに、あ、全然気にしてないから大丈夫みたいな。もう少女漫画のね、ぶっきらぼうな男子。長澤君の小田濡れてんじゃん、もう少女漫画のセリフも。おい、それリボンで連載しちゃえ。実はね、実体験をもう思いで小田はそれやったの。普通に自分は別にどうでもいいので、七子が濡れないように。ハンサムじゃん。ハンサムさんじゃん。男前。
や、キラボな男です。のグループラインがあるんですけど、うん、そこがほぼ小田奈々の変顔の写真しか載ってなくてなんかみんな力作というかこれ撮れたっていう時に載せるんですけど、全くいつも無反応っていうか怒らないので本当に心が広いなって思う。え、でもみんながそれ見て笑ってくれるならいい。すごいな神。すごいな。小田がいれば戦争はなくなるぞ。本当だよ、小田さんありがとう。いや、すごいな。切る時唐突なんだよ。そうですね、小田に会いたいか。会いたい。あ、じゃあ呼ばない。呼ばない。そんなぐらいだから呼ばないけど。登場していただきましょうかね。それではみんな大好き小田奈々の登場です。どうぞ。どうぞ、小田先生のため特別に用意いたしました。小田奈々ということで、鈴本どうしたの、笑ってるけど。いや、足が可愛いなって足浮いちゃうのが、ブラブラしてるから、ね、人形座ってるんだよ。本当だ、本当だ。足ブラ、そのもたれかかってブラーンってして、あ、本当だ。今から一国堂さん来るみたいなね。面白い、すごいね。あ、かわいい。シダ、シダ、シダどうした？シダ。あのペースさんのが蘇ってきた。リカの椅子のやつね。リカの感じ思い出したね、確かに。VTR 撮っているということなので、早速それ検証 VTR 見てみましょう。どうぞ。怖い怖い。なんかよく行くさ、あの何埋もれるやつ。ちょうだい。なんかあれなんだっけ。あ、もう、はいはいはい、しなかと思った。え、重いのって。私頑張って、全然リアクションじゃん。やめてやめて、めっちゃちゃんとどかすじゃん。やつやばいよ。ポケットか、はぁ、もう何かしてみんなの分待たないといけない。これ大変だね、待つの。大変大変、結構長いもので。早く帰れるじゃない。え、だって一緒人数。ねえ。ねえ。なんかずっと残ってる気がする。飲んだ。飲んだ。ドラマしよう。何それ、何それ。浮気しただろ。浮気しただろ。違う男と飲んでただろ。してないから、絶対してない。すごいな、絶対やんない、こんな。その写真真似しないよ、絶対。ほら、それは違う。やばいやばいやばい。お前だ。乗り乗って。浮気はしてないわ。最後に言いたいことはあるか。私を信じて、あなたをずっと愛してるの。何これ。体で表現して。刺されたダメだった。あ、失敗でした。ありがとうございました。何それ、これ怒るでしょ。見た目は全然分かんないんだよ。これ取れないの。かわいい、クマちゃん。これで出る。え、もっとさ、あれ見せてもらっ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 てめっちゃ笑ってるじゃん。いやー、これはすごいですね。すごいですね。ちょっとやっぱ仏だな。仏ですね。